セーブする？ちょっと待ってて。どのファイルがいいの？セーブするわよ。終わったわ。着きましたよ。ここが八竜神社ですね。お宝が俺たちを待ってるぜ。まあお手並み拝見ってところだな。あら、あれはということは、もしかしてありましたよ。水の入っていない古い井戸があっちに。本当？ねえみんな、行きましょう。ああ、待ちなさい。これが待ってるかよ。枯れ井戸だから中に入れますよ。よし、俺に続け。だから待ちなさいってば。死にたくなかったらね。どういうことなんだよ。石を落としてみるから見てなさい。この井戸は罠よ。古文書が盗まれても横取りされないためのね。すごーい。どうしてわかったの？あの「い」の印は東北、つまり鬼門の方角にあったからよ。鬼門って危ない場所や方角のことですよね。あ、そうか。そう、つまりこの井戸には近寄るなという意味で書かれてたのね。じゃあお宝は一体どこなんだよ。大丈夫、ちゃんと目星はついてるわ。見なさい、あの千社札。それからこの古文書に押してある印象。だからそれが一体何なんだよ。連絡し合ってるやつらの合図ってことさ。そうだろ、灰原。連絡し合ってる？そう、何者かがこの偽の古文書を使って宝を受け渡ししてるのさ。それって偽物だったんですか？でも本当に宝の地図であるのは間違いないわ。ああ、ちゃんと罠が仕掛けられていたんだからな。でもよ、だったらそのお宝って一体何なんだ？さあ、昔の商人が隠したものじゃないことは確かだけど、実際に見つけてみないことにはわからない。さあ、どうする？ここまで来たらやるしかないぜ。僕も同じです。私も。じゃあここからこの千社札をたどっていきましょう。きっとその先が本当の宝のありかよ。セーブする？ちょっと待ってて。どのファイルがいいの？セーブするわよ。終わったわ。お、あったぞ。次、こっちです。間隔が狭くなっている。近いわね。出ちゃった。この先は千社札が見当たりませんね。いいぞ、お宝はきっとこの中だ。そうね、入ってみましょう。ここまで来たら見つけやすいところにあるはずよ。そのあたりを適当に探ってみましょう。中は空のよね。別に怪しいところはないわね。ん？このクレーン、最近動かした跡があるわね。ん？中は空のよね。別に怪しいところはないわね。クレーンの真下にある箱。そうね、もしかしたら。おい灰原、見ろよこれ。え？まさかこいつは虹色の瞳？何か知ってるの工藤君。ああ、確かニュースで見たことがある。ここ最近の間にこの虹色の瞳を合わせて20億円相当の宝石が盗まれたままになってるって。つまりここはその強盗団の隠し倉庫ってわけね。で、博物館と古文書を使って仲間に連絡していた。一般の人間が触れることのできない代物だからな。ところが古文書が急に大学に運ばれることになったから、急いで取り出そうとして今回の騒ぎになったってわけだ。みんな大丈夫？ああ、心配するな。それより早くあいつを。あれは隠れても無駄よ。あなたの正体はとっくに分かっているわ。博物館で古文書をすり替えてあの男に渡し、その古文書を手に入れた私たちを襲った犯人。あなたの正体は、そう。セーブする？ちょっと待ってて。どのファイルがいいの？